チス誰も知らない狩人イカレタコスケです。さあ昨日サンブレイクのちょっとした情報が出て、将軍ギダミが紹介された後に出てくるのがなんと高難易度クエスト、強い主のリオレウスとリオレイヤ夫婦ということになっていますよ。さあやる気は万端だ。気合い入れていこうか。気合い入れていこう。今日も今日とってショートカットを使わぬこのイカレタコスケ。そう、あ、二つの意味で、あ、しかも、もう一匹は神謡家だけど、まさかあれ、主神謡家じゃないよな。主神謡家じゃなかったとしたら、まあ、かわい、あ、で、このラッシュ顔を使ってると、ちょっと笑ってしまうぜ。さあ、行こうか。まずは、散々戦った。この、主、リオレイヤさんの方から、NTR していきましょうかね。で、これがあの、NTR アタックですね。NTR、アタック！なんか最終性も治ってきてましたね。なんかあったらしいですね。私には全然わかりませんでしたが。とりあえずこの2体ということでね、非常に、まあ大丈夫。誰も知らない狩人、イカレタコスケです。なんとね、今回は、主リオレウスと主リオレイヤっていうね、まあもう100万回戦った猫なんで、もうはっきり言ってね、そうそう簡単にやられるってことはまずないんですけども、まあでもね、一応主なんでね、そこは気をつけていただきたいね。鬼人の粉塵使いの、鬼人役グレード使いの、これでやっていこうか。まあ、怪力の種ちゃんと使って、なので適当にやってしまったらね、負けてしまう可能性が、まあ、なきにしもあらずんばといったところは、万に一つがありますから、じゃあこれやっていこう。効果の粉塵も使っていこう。もう完璧だ。完璧。NTR！ NTR だ！ NTR アタック！くっ！一発目の方向を回避できなかった。これが、ちょっと待って。どこ行くんです？待って。あれかな？旦那さんのところですかね？待ってください。ちょっと待ってください。主リオレイヤさん。よっしゃ！あれ？そんなに簡単、お、神謡家くんじゃないか。神謡家くん。ちょっとね、違うんだよ。違う。誤解だ。誤解。違うんだよ。全然そういうんじゃないから。全然そういうんじゃ。もうあんだけ戦った、リオレイヤが、主リオ、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待って。あれ強化個体かな強化個体かなこんな強かったっけか。こんな強かった？あれ強化個体か？てか、でかいか？でかいかな？でかいような気がしてきた。こんなでかかったっけ？ちょっと待ってくださいよ。いや、大丈夫だって。俺ならやれる。そうだ、ムチしばきプレイの中。俺だったら、ちょっと待ってください。マジ。なんか、あれですかね。サンブレイク発表されたから、そろそろ敵とやってんじゃないぞと。適当に双剣分回してれば勝てるみたいな、そういう考え方。おっと、転んでしまった。いただきまんます。違いますよ。そういう意味のいただきますじゃないですよ。昨日ね、ほとんど寝てないからね、朝も早かったからね、テンションが夜中のままなんですね。申し訳ないね。申し訳ない。どっこいせ。あ、危ない。やめて。2回連続やめて。2回連続はいくら私でも、2回連続の尻尾ひっぱたきプレイは心が折れてしまいます。しかも毒塗ってあるからな。あって、うれ、俺な、こんな大変だったっけ。そんな強かったっけ。ちょっと待ってって。すごいね。すごい、かきり虫取らせて。こんな強かったんすか、リオレイヤーさん。こんな強かった。大丈夫。こんな強かったん聞いていないですよ。言うてだってさ、まださ、サンブレイク出てないんだよ。サンブレイク出てないんですよ。言うて、これ、会上位っていうのは、どの作品においても、比較的簡単にクリアできるものではないんですか？え？そんな、こんな大苦戦する。待って。あ、かきり虫2段階やり忘れた。なんだから、まだね、まだだってこの人1匹目なんですよ。1人目なんですよ。もう一人ね、あれなんですよ。旦那さんの方にも NTR アタックをかけなければいけないのに、こんなところで、ゆっくりしている暇はないんだ。おら、もう一回か。かきり虫をブラック起業してな、ホームランだ。痛い。
ちょっと威力高い。ちょっと待って、こんな強かった？こんな威力高かった？いや、強化機体だよ。強化個体だよね。強化個体だよね。だってさ、俺あれだよ。フルバルファルクだよ。フルバルファルクで、こんなゴリゴリ削られたら、バルファルクじゃなかったら俺どうなってんすか？ちょっと待ってくださいよ。僕はボールじゃないんだよ。磯野、野球しようぜ。お前ボールな。やめてください。毒付き釘バットはやめてください。グーって、よわ、体力は決して高くないはずだ。体力は決して高くないはずだ。でも、捕獲ができないからね。捕獲できない、そうだよな。考えてみたら、捕獲できない、操竜できない。まあ、神王が一応いるけども、まあ、普通に戦ってたら、操竜できないって考えると、めちゃくちゃ体力削るやん。実際ダメージ量としては、その捕獲と、捕獲と操竜で、多分4割ぐらい削れるんですよ。他のモンスターは。古竜だって、捕獲できないけど、HP も高めだけど、操竜があることによって、2割ぐらいは多分削れるんだよね。普通にやってたら。それがないってことはよ、結構あれじゃん？奥さん、硬いんじゃないの？結構な時間かかるじゃん。だってもう、やばいっすよ。これ、レウスに苦戦したら、危ねえ。レウスに苦戦したら、3、ちょ待って、尻尾長い。そうか、戦う場所が、あー、来ちゃったよ。旦那さん来ちゃった。これは、あれ俺どっち戦ってんの？あれが旦那さんだ。あっちが旦那さんだ。ちょっと待って、危ない危ない。よかった、どっか行ってくれた。旦那さん気を使ってくれた。おー、お客さんかな。じゃあ、やって痛いよ。おお、強いって。ちょっと待ってください。あ、俺回復アップグレード作れないの？作れるようにしなかったっけ？作れるようにしていない。そもそも俺回復アップグレードがそんなに必要な状態になったことない。あ、嘘つきました。いつも使っています。あ、マジ？こんな強いんすか？調合できる？こっからどこだっけ？ここから蜂蜜持ってきない。蜂蜜ください。蜂蜜をください。誰か僕に蜂蜜、青柱さん、蜂蜜を恵んでください。もうだってもうあそこ夫婦でいるもん。でも夫婦喧嘩って、お前ら、君たち夫婦喧嘩って言ってたけど仲睦まじいけど、あれか、あ、なんかすぐ移動しちゃうし、そういう喧嘩じゃなくて、なんか家庭内別居みたいな、そういうこと？そっちの夫婦喧嘩ってことですか？そういうことなのかな。それはあれだね、なんか喧嘩っていうかね、夫婦の冷戦みたいな、そういう香りがしますけどね。全然、ちょっと待って。あ、やって終わった。やっと一匹目が終わりましたよ。ここまで散々ドラマがありました。こちらにもドラマがありました。よし、倒した。強かったよ。いや、厳しかった。まあ、リオレウス君はね、大丈夫やろ。リオレウス君には勝てるやろ。大丈夫で、一応通はせんやろ。一応通？誰が一応通したんですかね。一応通、聞いたことないですね、一応通はね。一応通するのはにわかなんでね。私は、落ちないで生きていくタイプなんでね。行くぞい！リオレウス君、ムさんはね、リオレイヤさんだったらね、今ね、私の隣ではなくね、ちょっと聞いてます？名前も聞きたくない。そういうことかな？そういうことかい？全然聞いちゃいないね。関係ねえと。これ、喧嘩の度を超えてますね。これ、弁護士挟む案件ですね。大丈夫ですか？リオレウスさん、ちょっとね、あなたの方にもね、法廷に出てもらうことになるんですよ。法廷で、狩りではなく、法廷で戦おう。意義あり！でっかいような気がするけど、場所のせいですかね。私はスタミナを回復するアイテム持ってますね。待ってくださいね。ちょっと待ってくださいよ。思ったより、大丈夫か？思ったより、火力高いよ。思ったよりも、なんか火力高いね。やっぱり半分ぐらい持ってかれるよね。
下手すると3分の2ぐらい持っていかれるよね。走竜できないからね。でも、尻尾攻撃がない分、まだいいか。あばば、あっち、おっつい、やめてやめて、やめてやめて。生命の大粉塵、ネズミのお前を回復する、落ち着け。いや、結局強化個体なのか、結局強化個体なの。危ない。火力を見る限り主の強化個体なんですかね。おらおら、見えない、草で見えない。だがこのタコスケのモンハン感が、お前の弱点はここだと言っている。飛べ、切れ味がなくなるまで飛び続けろ。あー、ラッシュ、お、ラッシュ、ラッシュ、ラッシュ、え、今ラッシュは、あ、危ない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 、危ない。ラッシュ、ちょっと待って、まずこんがり、こんがり魚を食べようか。その後にこの、この回復薬を飲もうか。そして、あ、待って待ってください、あと、あとこれか。おっと、こんなところに回復ミツムシが。こいつラッキー。でももう回復してました。残念。回復ミツムシくん、君はそこで。あれ、主リオレウ、そんな逃げる、空の帝王復活ですか。ノリヤー、とどめです。とどめじゃ、まだまだとどめには早かったか。危ない、あって、この、あ、どっこいしょ、嘘だあ、あ、落っこってきたぞ、なんか知らんけど。眠らせたのか。一体、うちのワンコと、ニャンコたちの、実力の、半端なさが、あの状態の、やつを、撃墜。あ、嘘だ、ああ、あ、違うんです。回復薬グレートをね、なんか入ってる、いいもの。応急薬か。いや、回復薬グレートを、もらってこようと思って、それで、まあもうね、まあ戻ってきたというかね。ラッシュ君もワープするからね。私もワープしますよ、そりゃ。主人だってワープしますよ、そりゃ。バフーン、バフーン、バフーンはちょっとあれだな。バフーンっていう効果音はちょっとね、なんか違う感じがするよね。作ってる人からもバフーンはないんじゃないかってね。もう後がないぞ。待て、後がない。あ、あ、もしかして、え、負けてる？主？主？飛びかかちめっちゃ行くやん、主に。で、残念だったな。そうよ、奥さんがいなくなっちまったやらよ、奥さんがいなくなっちまったらよ、そういうことによなるよね。奥さんがいなくなったことによって、他のモンスターたちがリオレウス君を奪いに来るっていう、そういう BL 展開が今ここで開幕ですね。雷、どうした、どうした。奥さんは普通に戦ってたけど、リオレウス君だけはなぜか他のモンスターたちにくんずほぐれつされるというね、そういった展開が待っていましたね。うわー、すごいぞ、これがモンスターハンター対戦だ。モンスターハンター対戦、あとはこれ2人分のくんずほぐれつを食らってしまったリオレウス君、もう立つこと、なんで今転んだんですか。ちょっと待ってください、誰かが何かをして仕掛けてきている。で、ちょっと飛びかかち、諦めが悪い。飛びかかち君、飛びかかち君、タイミング的に今もう君の出番終わってるはずなんだけど、ほらほら、もうだいぶ来てるよ。落ちてこい、落ちてこない、行くぞ。奥さんはいなくなり、そして他のモンスターにくんずほぐれつされてしまったリオレウス君を成仏させるんだ。成仏してください。もうしょうがないんだ、行くんだ。あー、危ない、やばい、成仏させられる。あかん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 、これガチのやつ、ガチで死ぬやつ、失敗するやつ、ギリギリで失敗するやつ、それだけは何としても防がなければならん。お疲れ様でした。危なかった、危なかった、だよ。報酬については何も書いてなかったけど、まあでも、主2体のクエストだからな、特別報酬ってことはないか。主の5円袋。そうだよね。レイヤとレウスの主素材を同時にゲットできるって考えると結構いいクエストですね。毎回百竜夜行大変だからね。2体同時クエストよろしおすな。あれ？あ、でもそうか。あとあるのは3体連続討伐ぐらいか。主のレイヤーとレウスないよね。強化個体なのかな？火力はでも、すげえ高かった気がするよ。いやー、だが、いいバトルだったぜ。主、リオレイヤー。主。
リオレウス、とりあえず報酬をチェックしてみよう。でかいな。でかいな、ラッシュ。目が顔ぐらいある。さて、主の素材。主の素材。まあ、主素材集めか。十鎧玉、金の卵、剣玉、銀玉、瑠璃玄珠。百竜撃退の証、9がね。瑠璃玄珠と。まあ、これもまた、これだけ回してればなんとかなる系のクエストですね。はい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 と。あと、激鱗も来ましたよと。19分56秒。いや、まあ、それぐらいかかるわな。報酬？でも多分書いてないから報酬、ないんじゃない？ないんじゃない？頼もしいでゲコな。というわけで、サンブレイク詳細直後のクエストは、まあ、なんか、いいよね。主のレイヤとレウスっていう、この夫婦が来るって、このタイミングで来るっていうのはなんかちょっとね、嬉しかった気もしますよ。というわけで、多分高難易度って書いてあんのかな？高難易度って書いてある？一応チェックしてみようか。恐ろしく強い主のリオレウスとリオレイヤが、退社後で過激な夫婦喧嘩をしているって書いてあるから、多分、強化個体だな。恐ろしく強いって書いてあるから。火力高かったしね。てなわけで、誰も知らない狩人、イカレタコスケでした。ティーユー。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。